さあ続いては人気が上がってきてますよ、この2人のこのコーナーです。新町芸人の行きますキャンパス。人気急上昇中。なんかもっと人気ある音にしてくださいよ。本当にフワーってなりますから。なれーん、これは。わかるわ、わかるわ。でしょ、言っといてください、ちょっと。じゃあ、キューキューっていうの。ほんわ。ダメダメダメ、やる気なくなります。はい、ということで今日はですね、読書の秋にちなんだこんな企画でございます。どうぞ。はい、はい、ということで今日もね、来てますキャンパスですよ。来てますキャンパスですよ、ね、はい、来てますんでね、来てますね、今日は。はい、ということで、はい、ここはどこでしょうか。ここはですね、宮崎市にあります、うん、某場所でございます。いやいや、国際大って言えや。国際大でございます。そんな言ったらいかんところなんですか。いや、言っていいです、言っていいです、言っていいです。何するんですか今日は。海外ドラマの撮影ですか。お、来たか、またなんか役が。実はウォーキングデッドですか。今秋じゃないですか。はい、秋といえば、はい、何ですか。秋といえばもう秋竹城さんでしょ。うん、八代亜紀、それがどうしました。そう、亜紀か、言ってないですよ。言ってねえやん、読書の秋。まあ、言ってねえやん。国際大の学生は、うん、読書が好きっていうことで、はい、あ、そうなんですか。そんなイメージないですけど。いや、あるんです。へぇ、2人と一緒で、読書好きで、はいはい、偶然、見てください、イチョウの木の下。うわ、立派なイチョウの木が、あらこんな漫画みたいなことある。マジっすか。いやいや、嘘でしょ。これが本当やったら、本当国際大は読書が好きっていうのは分かりますけど。これはやらせる。じゃあ、ちょっと話聞いてきていいですか。仕込んだでしょ。問題になりますよ、本当。そういう仕込みとかあったら本当に。こんにちは。あ、こんにちは。すいません、読書が好きそうなんでちょっと声かけさせてもらったんですけれども、はい、読書好きですか。はい、読書好きです。普段からここで読んでるんですか。いや、図書館の中で読んで。絶対仕込んだでしょ。絶対仕込みでしょ。はい、ということで、国際大の学生。はい、読書好きな宮崎国際大学4年の野田和です。ありがとうございます。女性の方は。はい、同じく読書好きの国際大学4年の和田絵里香です。ちなみに何読んでるんですか。7つの習慣という。うわ、めっちゃ難しそう、これフランス語はできるって。図書館ってありましたっけ、国際大に。まあ、ありますよ。はい、ありますよ。そうなんですか。じゃあせっかくなんでちょっと図書館の中見てみたいな。宮崎国際大学の学生1人当たりの貸し出し数は年間12冊。授業などで洋書を使うこともあり、学年が上がるにつれて貸し出し数は上がるそうです。あ、こちらが図書館になります。広いな、図書館。あ、電気もあって。いや、ちげえやろ。まだ中入ってる。まだ中入ってる。長いやろ、図書館。うわうわ、なんかでかいのいますね。何ですかこれ。図書館の、マスコットキャラクターの銀丸くんです。何なんですか銀丸くんは。おそらく銀杏 の、はい、そのキャラクターになります。銀杏のキャラクター。蔵書数は15万冊で。チェジュゲーマン冊で、英語で書かれた洋書も3万8000冊あります。うわ、英語で書いてる。やっぱほら、新着図書とかありますね、これ。ニューブック。おう、これ、読んでみろ、お前。ベライス・エンコロプラディア・オブ・ヒロベンセンメン。おめでとうございます。いえ、いえ。ちょっと読んでみていいですか、新着図書、気になるんで。へぇー。あ、ほんとや。いや、何がやじゃん。でもこういう、ね、分厚い洋書置いてあるってことは、これを読む学生がいるってことでしょ。わかんない。はい、ということでね、見渡す限り洋書の海というね。そうですね。この回全部英語の本なんですか。そうですね、洋書になります。うわ、なんか英語の本とかも部屋のインテリア以外にも使い道思い浮かばんけどね。全然ないですね、家には一冊。この図書館ってその国際大の学生やったら誰でも利用できるんですか。短大の学生と、あと一般の方も。僕らも利用できるんですか。なんかさっきちらっと下見ましたけど、雑誌の数がすごいんですよ。本当に普段僕らが読んでるようなファッション誌とかもありますよね。で、本当にお二人読書好きなんですか。はい、好きです。好きそうやもん。怪しい。どれぐらい読んでるんですか。1週間に1冊ぐらい。そちらの方は。私も多い時だったらそのくらい読みます。1週間に1冊か。まあまあかな。いや、読んでる方よ。
いや俺1週間に5冊ぐらい読むけどね。そうやと、うん、ヤングジャンプ漫画やんか、モーニング漫画ってだからフラッシュ。はい、じゃあまあ週にね1冊読んでる、つごた月に4冊年にすると、あのぐらいか。でもやっぱそんぐらいいっぱい本読んでるっていうことは、なんかね僕ら人生悩んでるんですよ、どうすればいいのか。なんかねおすすめしてほしいな本を。あ、おすすめの本はこれです。あら7つの習慣すっておすすめされたけど、リーダーのリーダーシップだったり、うん、コミュニケーション能力なるほど、はい、そしておすすめ本は、うん、これじゃないんですけど、はいはい、最近読んだ本だったら、お、あまり難しくないので、うん、ありがとうございます気使っていただいてます。あの大泉洋さんのエッセイ面白かったです。あ、エッセイとかいいですね。一つお願いがあるんですけど、はいはいはい、あ、金かからんことやったなって思本当に、はい、あの図書館のイメージ、うん、で、うん、あの小説でよくあるような、うん、あの図書館での出会いとかあるじゃないですか。あるあるある、めっちゃあるそれお二人だったらどんな風に再現されるかなっていうのを見てみたいんです。なるほど。俺はこうやな。どうでした、こんな夢のような出会いねえ、ありでしょ、したいでしょ、こういう出会い。はい、ねえ、いやもうそれはそれで問題やけど、ね、どうでした、やっぱお願いをね、そうですされたっていう立場から すいませんでした、本当に。いや、でも私がお願いしない方が良かったかなって思いましたはい、こちらの国際大学宮崎学園図書館はですね、はい、15万冊、行書3万8千冊、はい、読み放題、借り放題、はい、そうですね、一般の方もね来れるということなんで、ぜひね読書の秋に皆さん利用してみてはいかがでしょうか。いやもう本当にチキン南蛮のお二人がご迷惑をおかけいたしました。何でもう、いやだってもう私言わなきゃよかったって言いましたからね。喜んじゃってまんざらでもね買ったよね。絶対ないよ、ないよ、なんだかんだ言ってね、ああいうの好きよ、あの子は。いや、でも一番好きなのは佐藤さんでしょ。僕、ああいう出会いがね、常々したいと思ってガチでね、ガチで。結構ロマンチックでしょ。あれはガチの俺の妄想ですね。だから佐藤君は3回出会ったもんね。はい、1回目はまず手が触れ合う、そうです、はい、2回目は届かない本を取ってあげる、はい、3回目はまさか、そうです、あんなたくさんテーブルがあるのに、はい、誰もいないのにそこで会うんだよそしてもう4回目にはやだーっていう関係になってるっていうね、だるか、トラミノとかお前のあれはダメぞ、うん、俺はでも言葉じゃなくて手紙とかでこう伝えるタイプかな、ね、なんでもまあケネディさん の, あのマイライフっていう本に好きだ好きだ、しかも女の子バンって締めたポンって戻してたからね、それもあるかな。でも鈴木さんもしたいんじゃないですか。僕はもう常々、はい、本当にあの昔図書館の本って借りた人が名前を書くじゃないですか、図書カードっていうのが、うん、図書カード後ろに、うん、あそこで好きな人と出会うということは本当妄想してましたからね、うん、あーそれやった、あの子借りてるっていうの分かるわけですね、俺の前はあの子やんってうわ思い出す、ね、じゃあ共通の話ができるみたいなね、うん、もう一回取り行こう、あれ図書館は本物のとこですから、来年の秋まで待ってください。あと数パターンいけます、ね、まあ一般の方もね、そうそうそう、はい、利用できるということですからね、一般の方どなたでもね読むことができた、ね、借りることもできるみたいなので、はい、ぜひご利用してみてください、はい、以上すいませんリノ行きますキャンパスでした。
はい、さあ、CM の後は九州一押しです。なんか出たよ。どうしたんですか。何が出た。